私以前から何回か投稿しているグレッチについて、ヴィンテージか現行か、これのことについてちょっと私の思うところ語りたいと思います。私程度の拙い思想ではありますが、まあいくらか分かっていただけたらこんな感じなのかなと、分かっていただけたらちょっと嬉しいんですけども、カメラ越しのそういう実際のこう空気の振動とかそういうのは分からないんで、まあ伝わりにくい面もあるかとは思うんですけど、どうしてもこうマイクを通して音が変わっちゃったりとかそういうのもあったりするんじゃないかなとか、再生環境でですね、またまあちょっといろいろ書いてたんですけども、その前置きというかそういうのを書いてたんですけども、いかんせんそういう環境によってちょっと左右されるっていうのもあると思うんで、まあそれを差し引いてもまあどうですかね、私がこれを買った当時っていうのは代替品っていうか、まあそういう今でいうそう日本製のグレッチがあるじゃないですか、寺田ガキさんが作ってるああいうのがまだなくてですね、わあこのこれ欲しいなとはずっと思ってたんですけど、これの前にあのダブルカッタウェイの6120の方をこれの前に持ってて、まあそれをまあ下取りに出して追い金で買ったみたいな感じなんですけども、当時もちょうどバブルぐらいですかね、バブル期だったんで、わ今買っとかないとやばいのかなとか、もうそういうましてや日本製でそういうグレッチの名をはめて生産されるとはその頃全然思わなくて、まあこれはもう古いのしかないんだろうなということで、まあ頑張って買ってはみたんですけども、やっぱりこうなんて言いますか、こういざ使うとなるとそういう古さゆえの難点というか、プレイヤーとして使う時点でのそういう難点っていうのがやっぱ見えてくるんで、まあ買うときはまあうわうわうわっていう感じで、もう天にも昇るような、もう舞い上がってこう全然そういう細かい部分とかもう冷静に見ているつもりでもわからなかったりする時っていうか、冷静に見ているつもりでもわからなかったりするんで、いざ買って持って帰ってみて、まあ、弦なんか張り替えたりするんですけど、これの6120のこの僕が買った時点でいくつかモディファイが施されていて、例えばこのペグは私がまた後でシュパーゼルに変えたんですけども、店で買った時ついてたのはあのグローバータイプだったんですね、この大きい。それだったんですけど、あ、それとあとこの辺のですね、このあるじゃないですか、つまみのとこのこのなんて言いますか、くるくる回してこう外れるやつなんですかこれこれもちょっと一つずつ色が違ったりするんですよ。であとこのピンですね、このピン、ストラップピンもですね、当初から色が違ったんでこっちがゴールドでこっちがシルバーのがついてたりして、おやとか思ってたりしたんですけど、あとは多分変更されてるところはなかったんで、なのであのフルオリジナルっていうミントコンディションとかそういうやつではなかったんですよ。まあ最初そういうもうフルオリのもうね、こう何も変えられてないもうオリジナルのデフォルト状態のを買った方がいいのかな
とか、ま、迷ったんですけども、やっぱ多分こう使っててかなり不満なところが出てくるんじゃないかなとか思ったりしてたんですよね。その前のこのダブルカットアイの6120持ってた時もなんかこうやっぱちょっと感じてて、それはもういわゆるもう普通にオリジナルで、あ、確かミュートが欠損してたみたいな感じだったんですよね。ミュートがなくて、あとはフルオリジナルでしたかな。うん、けどやっぱこうチューニングがかなり厳しくて、と思ってたんで、だからこれ買った時もこうグローバーがついてたんで、ああまあ、まあオリジナル状態ではないけども、まあチューニングの面ではまあいいかなとは思ってたんですけどね。まあいかんせんそれで多少なりともその音っていうのは変わってたと思うんですけど、まあ実用上やっぱ道具としての楽器ということでやっぱ見ているんで、別に骨董収集とか、まあ、コレクターではなかったんで、まあ、そこの辺はまあちょ気にはしなかったんですけど、やっぱどうしても分かれると思うんですよね。こうプレイヤーサイドから見たやつと、やっぱこうコレクターサイドから見たやつっていうのが、でプレイヤーサイドから見たやつはやっぱある程度こう使えて気兼ねなくていうか、使えてなんぼのもんで、かたやそういうフルオリジナルのこう緊張されるようなネジ一本違ってないみたいなケースもある、なんかそういうマニュアル当時の説明書とかもあるとか、そういうやつになるとまたこう違ってきて、気兼ねなくて言ったらなんですかね、まあそういう安易に使うような、気軽に使うような楽器ではなくなっちゃうんですよね。どうしてもこうメンタル的にいいのかなみたいな、その2曲にやっぱどう多分分かれてしまうと思うんですよね。まあこの6120 59年の6120と私の持ってる、まあこれはちょっと、まあ、ピックアップから、まあ、サイズから違ったりするんですけど、日本製のこのホワイトファルコン6136、このダイナソニック PU が付いてるやつですね。まあ傾向はちょっとガラッと変わってはしますか、まあ、傾向はガラッと変わるんですけども、ピックアップの特性上って言いますか、まあそれを考えて、でもどうでしたか。私はですね、まあぶっちゃけ今の時代に多分まあ20歳ぐらい、まあその前後に私が今いるとしたら、多分ヴィンテージはちょっと厳しいかなと思って、やっぱ現行品選ぶと思います。多分もう現行品もしっかり作ってあって素晴らしいです。もう作りは素晴らしいと思います。よくヴィンテージ以外はなんかダメだみたいな言い方する方いますけども、そういうことは全然ないと思います。
材の質とかいうのはまあ置いといて、こう加工制度とか木材の加工制度とかこういう技術とかはやっぱりもう昔よりも全然あると思うんですよね。昔の人の方が優れていたみたいなのはなんかちょっとどうかと思いますね。っていうか今の職人さんたちに対してかなり失礼だとは思ったりするんですけどね。使い勝手やそういうメンテナンス的なところの手間と、あとこうメンタル的なところを見ても、例えばこうもうガンガンバンドでやってるみたいな地域の方にはやっぱちょっとこういうヴィンテージっていうのはなんかいまいちこう進めたくはないなと個人的には思ってしまいますけどね。そういうそこいう金を使うところをやっぱりそういうガンガン行ってるバンドとかやってる時っていうのはまあ割合をバンド活動そのものの方に振っていった方がいいんじゃないかと思いますけどね。楽器にまあそう金かお金かけるのはまあ持ってる方ならいいと思うんですけども、まあそこそこある程度あればいいやっていう方でしたらもうそこまで無理して、ね、手に入れて使うようなもんではないかなと思ったりするんですよね。安いって言われてるやつでもちゃんと普通に鳴らせれば、例えばこう弾いた時に音が出ないとか音が詰まるとか伸びないとかビビるとかそういうのがあれば話は別なんですけども、まあ安くても普通にちゃんと全部のフレットで綺麗に音が出るとかネックがもう反ってない、それだったらもう全然問題ないと思うんですよ。で昨今まあ私が若い時からもありましたけどね、こうヴィンテージ崇拝っていうのが、まあ、今もなおずっと続いていますけど、今さらにひどくなってるんですけどね、さらになんかもう言ってるみたいな感じで、まあそういうヴィンテージ業界の人に煽られるみたいな、まあそういうので飯食ってられる方、ヴィンテージギター界隈で飯食ってる方々とかもおられるんで、まあそういう煽りにこうあんまりこう惑わされないようにした方がいいと思います。そういう煽って値段的にもどんどん高騰していてとか、まあそういうねこう入ってくるお金が増えるみたいな感じで売ろうみたいなところがあるんでしょうけども、最近はジャパンヴィンテージなんかと言われてこう日本製の私たち若い頃のやつとかがこう高値になってきて、なんかそういうもんやっぱ裏でちゃんと業界があるんで、そういうのを煽ってやっぱ商売とされてる方々もおるんで、まあ別にそれは悪いとは言わないんですけど、しっかり足元を見て、確かにこうギターそのものの魅力っていうのはまああるのはありますけどね、けど若いうちっていうのはもうガンガンにこう道具として、まあそうまあ見た目的なものもありますけどね、確かに道具として使える楽器っていう感じの気兼ねなくの方が、楽器そのものよりも楽器で作る楽曲とかそちらの方に重きを置いていった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ確かに楽器は自己満足的な部分もあるんで、まあ持ってる人は何買ってもいいんですけどね。ヴィンテージ崇拝っていうのもまあちょっと斜めから見とった方がいいと思うんですよね。私ももう結構散財してきて、いろいろな
手出してグレッチも、これで3本目ですかね。テネシアンも持ってたんですけど、テネシアンちょっともうあんまり良くなかったんで、もうバラっちまいましたけど、散財してきて思うところは、まあ私はこう半分投資がてらっていうのもあるんですよ。まあ一番ここのところ最近買ったのはやっぱ15年ぐらい前前後ですかね。あのリーマンショックで、まあ円が多分100円なかったのかな、80円とか100円以下の時とかな、あの頃の中古って言いますか、その頃結構これはチャンスなのかなと思って、まあ安かったですし、まあ安かった、うん、まあ安いのは安いから今に比べてればですね。でまあ割と買った時期ではあるんですけど、それ前後10年から15年ぐらい前ですかねに、まあ自分がまあこれがいいなと思うもの、まあ使う前提ではあるんですけども、まあ半分投資みたいな感じではいたんですけども、腹黒いって言えば腹黒いんですけども、まあ上がるかどうかはわからないんで、こればっかりは。ただヴィンテージをこうに投資するっていうのもなかなかどうなんですかね。例えば金とかだったら、まあ現物持っててもそう、まあゼロになることはないですよね、そのものがゼロになることはないんですけども、楽器って例えばフルオリジナルの50年代のレスポールとか持ってたらその管理というか、やっぱりこう人が作ったものなので、形あるものは崩れるで、やっぱりこう劣化っていうのがやっぱかなり気を使うと思うんですよね。で楽器としてはまあ一応は見られるんですけども、あまりにもこう反ったりとかこう変形っていうか、例えば箱物ならちょっとねトップが落ちたりとか、ちょっと、エンドが浮いてくるとかですね、そういうのがあったりするんで、投資の対象としてはどうなんですかね。火事とか洪水とかあったりしたらもうパーになっちゃうわけで、それに比べたら金とかはですね、別に火事でも多分どうもならないと思うんですよね。洪水とかでも多分、まあ軽かったら流されるかもしれないですけど、まあ形がなくなるっていうのは考えられなくて、まあ、価値はちゃんと残ると思うんですけど、ギターなんかね燃えたりしたらパーですもんね。あと水没したりしたら、まあソリッドギターはそうでもないかもしれないですけど、こういう箱のギターはもう水没したらもうアウトですよね。結局ヴィンテージって言われてるやつも現行品のこう、まあ、まあ新しいようなギターでも、まあ安いランクの、例えば今どうですかね、今インドネシアとかが多いんですかね、インドネシアとかあの辺ので作られているギターでも、楽器としてのこう機能をちゃんと果たしていれば別に悪いことはないと思うんですけどね。で昔80なんですかね、私24、25の時、フェンダーの、何年だったっけ、1956年生ぐらいのサンバーソのストラトがあったんで、かなり勧められたんですけど、まあ失踪したんですよ。けどまあちょっと V シェイプだったかな、あの頃のなんかショープで、まああんまり V シェイプのこうネックのやつストラトっていうのはあんまり弾いたことなかったんですけども、まあ実際音出してみて感じたのは、そんなかな、いいかなと思って、
まあ、あの頃もまあヴィンテージラインフェンダーの USA のヴィンテージラインとか割と安かった頃ですよね。まあ、10万円台で買えた頃ですよね。確か20万しなかったかな、18万ぐらいの売価で買えたような時代で、まあ、それと比べてそこまでいいとは全然思わなかったですね。で70万か80万ぐらいだったんですよ、売り値が。とか思って、今から考えるとすごい安いやつだったんですけどね、当時は。今は平気でね、100万でしょ。それから考えるともう安い時代なんですけど、いかんせん楽器と してみた場合は、そこまでのお金を出す音には私にはちょっと正直分かんなかったですね。で、分かんないものにお金払うというのはちょっとこう気が引けて、で、まあ、それは買わなかったんですけど、まあ今考えれば買っておいてもよかったかなとか思ったりすることはあったんですけども、まあただ楽器としてどうかなと思うことがあったんで、投資として買うんなら一か八かでよかったかもしれないですけどね。ただ先々どうなるかは分かんないんで難しいですね。でよく安いギターと高いギターとこうブラインドテストというかあるでしょ、結構あれって結構面白いですね。全然当たんなかったりすることもあるんで、いくら弾いてた人でも、特にソリッドのギターっていうのは難しいでしょうね。もう音色の違いを当てるっていうのはなかなか難しいと思いますよね。それだけこうみんな分かってないっていうことだと思います。っていうのは差があんまりないっていう、例えば高い機種と、ね、フェンダーのカスタムショップと、フェンダージャパンの比べてもそこまでこう違いが分かるっていうのはほぼないと思うんですけどね。まあ当たる人は当たるかもしれないですけど、かなり難しいと思いますよ。ましてやこう物を見せられなくて音だけで判断したりするやつだったらなお難しいと思いますね。例えばこれは何年の何年のストラトで、こちらフェンダージャパンの2、3年前のストラトで音だけで比べてくださいって言われたら、どうなんでしょうかね。でギターの音の良し悪しってもう昔からずっとこう論議されていることなんですけども、楽器そのものとしてのポテンシャルを引き出すっていうのはやっぱり弾く人じゃないかなと思うんですよね。音の良しやを決めるのは楽器そのものじゃなくて弾いてる人の力量だと思うんですよね。なんか最近そう思います。私が弾いたらもう私なりの力量の音しか出なくて、もう上手い人が弾いたらもっともういい音で綺麗な音でこう魅力的な音でなったりするんじゃないかなと思うんですよね。でそういうのを聞いたら、ああいいギターなんだなとか思ったりするじゃないですか。楽器そのものにもうよりもやっぱり弾き手の問題じゃないかなと思うんですよね。で楽器の当たり外れっていうのもあるんですけど、いい楽器、まあいいギターならギターで、いいギターっていうのは、まあ、最初から多分もういいんですよね。もう年数を経てから良くなるとか引き込んでから良くなるとか、まあ、そういう、まあ、まあ確かに多少はありますけども、やっぱ最初からいいやつっていうのはもう大体いいですもんね、ずっと。これはなんとなく長年過ごして感じてきたことなんですけど、生まれた時からいいという、で生まれた時からダメなやつは
高いやつでも、まあ、大したことはないなと、そういうのはなんか思いますね。オールド、まあそういうヴィンテージなギターも全部がいいっていうわけではないので、そういう楽器業界の脅し文句にこうとらわれないように、自分でいい音だと思ったらもうそれでいいと思います。まあそれは新品にせよヴィンテージにせよ、これはいいと思ったらまあそれはそれでいいんですけどね。闇雲にヴィンテージはじゃないけりゃダメなんだみたいなことを刷り込まれすぎないように、刷り込まれてしまわれないように、もうそれしかないみたいな感じでなってしまうのはかなり危険だと思いますんで、こういう音楽的思考にもよるとは思うんですけど、まああまりこう惑わさらないでカモにならないようにしておいてくださいね。それではどうも、盛大でした。